美穂さん、ありがとうございました。今日は本当に楽しかったです。また会ってくれたら嬉しいです。ありがとう、アキラ。敬語やめない？え？でも、俺年下ですよ。お願い。わかった。やった。美穂って本当に26歳？かなり若く見えるよね。頑張って若作りしてるからね。しなくても十分だよ。結構出会い系アプリ使ってる感じ？ううん、今回が初めてだよ。マジ？うん、初めてがアキラでよかった。そう言われると嬉しい。アキラはまだ大学生だよね。そう、今年3年生。じゃあ一番遊べる時だね。いや、単位とか微妙だからな。割と授業とか行かないといけない。そうなんだ。大学とか懐かしいな。美穂は大学の時持ってた？ずっと彼氏いたからわかんない。絶対モテてる。そんなことないよ。その彼氏にも振られて今は寂しいし。その彼氏とは何年付き合ったの？大学2から4年まで付き合ってて、社会人になった瞬間振られた。マジ？浮気されてて問い詰めたら捨てられた。かわいそうすぎる。でしょ？そこから男性恐怖症になって恋愛に消極的になっちゃったの。会社の上司とかもエロい目で見てくるし、言葉のセクハラとかは日常的だし。可愛い子も大変だな。可愛いとか言ってくれて嬉しい。え、言われない？それなりには言われるけど、アキラに言われるのは嬉しい。やば、惚れそう。惚れてもいいんだよ。あの、また会ってくれる？もちろんいいよ。てかむしろお願い。平日は会社だよね。会社終わってからなら夜会えるよ。本当？勤番とかにする？水曜とかの方がありがたいかも。じゃあ来週の水曜は？明けたく。やった。最近全然楽しくなかったけど、アキラに会えて変わったかも。本当にありがとう。会社終わったら連絡するね。オッケー。じゃあおやすみなさい。おやすみ。1時間後。リュウジ、彼女が欲しいか？欲しいならアプリをインストールしろ。はは？どうしたアキラ？今日出会い系で神引きしたわ。ああ、なんか会うって言ってたな。美人とマッチできたのか？ただの美人じゃないぞ。 F カップの超絶美人だぞ。マジ？年は？俺らの5つ上。年上いいな。写真見せろ。今日は撮ってない。絶対嘘だろ。いやマジだって。じゃあどんな感じか教えろ。グラビアアイドルみたいな感じ。え、現役の人？そんなわけないだろ。俺前にアイドルの握手会行ったけど、そのアイドルより綺麗だった。マジ？可愛すぎてずっと下向いてた。それ胸見てただけだろ。バレたか。で、やれたの？俺も最初はそのつもりだった。でもあまりに可愛すぎて付き合いたくなって今日はやめた。ひよってるやつここにいた。うるせえ。何してんだよバカ。でも多分それが功を奏した。どういうこと？向こうも彼氏探してた感じだったし、一度目は手を出さない俺に対して好感度が上がったんだと思う。次も会ってくれるって。マジかよ。いやー、マジでよかったわ。いつ会うんだ？来週の水曜日。水曜日か。お前賛否って興味ある？絶対来んな。ダメか。当たり前だろ。俺はもう美穂と付き合うんだ。羨ましいわ。数日後。美穂、今日はありがとう。そして今日からよろしく。うん、アキラのこと大好きになった。本当に俺でいいの？うん、アキラのこと好きだよ。今でも信じられないよ、美穂と付き合えるなんて。私こそいいのって思う。5つも上のおばさんだよ。どこがおばさん？綺麗すぎるお姉さんだよ。嬉しいな。本当は毎日会いたいんだけど、仕事とか忙しいから1週間に1回とかしか会えないの。それは本当にごめんね。全然大丈夫。寂しいけどその分アイス。嬉しいけど毎回5回はできないよ。やば、ごめん。久々の恋だったし、美穂が可愛すぎたから暴走した。可愛かったよ。でもやっぱ若いってすごい。アキラに見捨てられないように私も体力つけていかないと。見捨てるわけない。むしろこっちが頑張らないと。今日美穂と歩いてたけど、すれ違う人みんな美穂見てたよ。そうかな。ふさわしい男になれるように頑張る。そう言ってもらえて嬉しい。早く水曜日来い。そうだね。あ、約束守れそうかな。あ、次会う時まで一人でしない。ずっと我慢しときます。
そして水曜日に解放します。よろしい。1時間後、美穂と付き合った。おめでとう。ありがとう。で、付き合っただけ？いや、付き合ったりもした。やば。で、どうだったんだ？俺は今夜の出来事に名前を付けた。その名も、未知との遭遇。夜に名前付けんな。気づいたら5回やってた。絶倫でくさ。結局朝までやってしまった。美穂さん、次の日会社だろ？着替え用意しててそのまま出勤してた。お泊まり前提だったのか。そうみたいだな。羨ましいな。で、次いつ会うんだ？また来週の水曜。それまで我慢を命じられた。お、また水曜？うん。なんで水曜なんだ？なんでだろう。普通土日とかにしない？水曜の夜なんて社会人しんどいだろ。確かにな。まあ何か理由があるんだろう。とりあえず美穂しか考えられない。このままじゃ留年してしまう。それだけは絶対回避しろ。1ヶ月後。美穂、お願い事がある。どうしたの、アキラ。仕事忙しいのはわかるけど、水曜以外も会いたいな。土日とか厳しそう？ごめんね、土日は副業で忙しいの。そうだよな、ごめん。旅行とかも行きたいよね。うん、それも考えてた。私もアキラともっと過ごしたい。調整できるように頑張るね。うん、無理言ってごめん。うん、アキラ大好きだよ。俺もミホ大好き。1週間後。突然の LINE 失礼します。長谷部智晴と申します。西野明さんで間違いありませんか？はい、西野明は私ですが、どなたでしょうか？美穂のことはご存知ですか？美穂って、俺の彼女の美穂ですか？彼女ってことになってるんですね。え、何なんですか？あなた誰なんですか？もしかして美穂の元彼ですか？いえ、元彼ではございません。私は美穂の旦那です。はい、旦那？その件で直接お話がございます。ご都合いかがでしょうか？何のいたずらですか？旦那って何ですか？美穂は独身ですよ。いいえ、既婚者です。美穂とは1年前に結婚してます。え、精神的にヤバい人ですか？怖そうなんで失礼しますね。既婚者に手を出せば不倫です。もし話し合いに応じないというなら、慰謝料を請求させていただきますよ。え、慰謝料？話し合いに応じていただきますね。わかりました、明日行けます。ありがとうございます。また美穂にはまだ伝えないでください。え？お願いいたします。わかりました。1分後。おい、リュウジ、やばいことになった。俺大学になるかもしれない。美穂さんのこと？そう、美穂既婚者だった。え？1分前に旦那から LINE 来て、明日話し合いに行ってくる。慰謝料とか請求されるかも。今ネットで調べたら200万とか出てる。俺貯金2000円しかないのに。どうしよう、やばいよ。落ち着け。アキラは結婚してることを知らなかったんだろ？うん。だったら多分大丈夫だよ、慰謝料は請求されない。え、本当？まあ確定ではないけどな。てか、美穂さんに連絡はしたのか？いや、旦那に止められてる。まだ何も知らせるなって。えぐい修羅場だな。これ何かの勘違いってことあるかな？どういうこと？美穂が独身って説あるかな？ないだろうな。マジ？あれだけ可愛いからストーカーかもだし、未練たらたらの元彼って説もあると思う。だからスルーでもいいと思ったけど、ガチ旦那だったらやばいよな。それか怖い人系かもしれないし。てか、そうなったら俺の命ないな。これが最後の LINE かも。落ち着け。俺はその男の言う通り、既婚者って線が濃厚だと思う。なんで？どんな男かわからないんだぞ。浮気相手の可能性もあるかもしれない。ただ、今まで水曜以外会ってなかったんだろ？うん。なんで土日は会えなかった？それは、美穂が副業してるからで。その副業って？知らされてないだろう。うん。でも、それはプライバシーもあるし。言えなかったんじゃないかな。副業なんてしてないから。え？土日は旦那の仕事が休みだから、家から出れなかったんじゃないか。あ、マジか。
今までは疑わないようにしてたけど、旦那と名乗る人物から連絡来たんじゃ、その可能性がぐんと上がるよな。マジか。前から怪しいと思ってたけど、まさか既婚者とはな。かなりショックなんじゃないか。いや、今はパニックの方が勝ってる。美穂の心配より自分の心配。200万なんて借金無理だよ。親もそんなに裕福じゃないし。最悪だよ。とりあえず話し合いは明日だろ。うん。旦那がどんな決断下すか知らないけど、会ったらすぐに謝れよ。俺が謝んの？わかるよ。アキラも騙された立場なのは。ただここで誠意を込めた謝罪をしたら、向こうの印象も変わるかもしれない。実際何も知らず付き合ってたんだし、 LINE とか見せたらそれがわかると思う。とにかく敵にならない。旦那を味方につけろ。そうだな。ありがとう龍二。おう、頑張れ。翌日。ねえアキラ、どうして電話出てくれないの？私のこと嫌いになったの？理由だけでも教えてよ。ねえアキラっては既婚者なんだろ？え、今横に旦那さんいるよ。なんで嘘ついてたんだ？既婚者なんて聞いてなかったぞ。え、どういうこと？言い訳しないでほしい。もう全部バレてるよ。美穂が1年前に友春さんと結婚したことも、俺が不倫相手だったことも、他の不倫相手が2人いたことも、全部バレてるからな。ごめんなさい。ごめんなさいで済まないよ。旦那さんが良心的だったけど、慰謝料請求されてもおかしくなかったか。そうだよね。なんでこんなことしたの？若い子とエッチとかしたくて本当にごめんなさい。俺は本気で好きだったんだぞ。そうだよね。ごめんね。ってことだからさようなら。1時間後、話し合い終わった。お疲れ。どうだった？旦那さんいい人だった。俺が泣きながら謝罪したら、向こうも泣いてくれた。向こうは弁護士が隣にいたけど、慰謝料とかは請求しないってさ。耐えたな。ただ請求しない条件として、今後も美穂に近づかないってことを誓約させられたわ。それは仕方ないな。旦那さんの横で美穂に LINE したわ。マジで？泣きながら、怒りながら LINE した。マジでずっと手が震えてたわ。辛いな。てか他にも2人不倫相手がいた。旦那さんは離婚するってさ。やば。ってことはフリーになるじゃん。いや、もうさすがに無理だな。裏切られた気持ちがでかすぎる。そうだよな。一旦恋愛はいいわ。単位やばいから学業に専念するわ。そうしよう。俺はいつでもお前の味方だ。ありがとうな、リュウジ。後日談。こんばんは、アキラです。この1ヶ月後、離婚した美穂から再度連絡が来てました。 LINE の方はブロックしていたので、インスタの方でです。やり直したいという内容でした。しかし、トラウマみたいにフラッシュバックして即ブロックしてしまいました。便利になったネットでの出会い、確かに共通の趣味などでいい出会いもあるでしょう。ただ素性を隠すことをできることも今回身をもって体験しました。皆さんも利用する際はご慎重に。